今日はアメリカのお米カルローズを使った簡単で時短なのに本格的なアメリカ南部ニューオーリンズの名物料理ガンボを作ります。ソーセージジョンソンビルを1センチぐらいの厚さで切ります。オークラをもうちょっと薄く3ミリぐらい、オリーブオイルをパンに、まあちょっと適当でこういう感じ、それからさっき切ったソーセージ、米このまんま炊飯器に入れないで これをここにソーセージと油と一緒に入れて、油がこういう風に回ったら次は400ミリの水を入れます。あ、はい、10分。今度はこのキャンベルズミネストローネスープ入れます。そしてチリパウダー、ガーリックパウダーを小さじ半分ぐらい、あとは塩、一番最後にこのオクラで、こういう感じ、美味しそう。あの胡椒、ブラックペッパー、一番最後に好みで。じゃあ食べましょうか。グッド。